国立店の白方です。エイブル国立店の佐々木です。今回は一橋大学に通う学生さんにおすすめのエリアを地域の情報を含めて紹介していきたいと思います。わー、はい、ということで早速紹介していきたいのですが、まず一橋大学は中央線の国立駅が最寄りとなってます。当時の中央線は国分寺の次が立川で、その真ん中に当たる場所に駅を作ることになっていたため、両方の頭文字を取って国立ってなったんですよ。そうそう、この地から新しい国が立つという願いもあったんですよね。そういえば有名なアニメで細田守監督の狼子供の雨と雪で主人公が通う大学のモデルが一橋大学なんですよね。実在するお店もあるから見て回るのも面白いと思います。そんな一橋大学の最寄り駅である国立駅についてまず紹介していきたいと思います。ワンルームから 1K の家賃相場は5万円から6万5000円ぐらい、オートロックをつけると7万円くらいで、東京の中では比較的安い地域なのですが、それだけではなく、実は東京都内49の自治体の中で国立市の1年間の犯罪件数は43番目で治安もいいんですよ。そうなんですね。国立は文教地区にも指定されているとお聞きしましたが。そうなんですよ。大学や研究所の教育研究施設や図書館、美術館、博物館等の文化施設がまとまった地区を文教地区と呼ぶんですよね。勉強する環境にもってこいですね。でも何がいいって、やっぱり大学まで歩いていけるというのが何よりの魅力ですよね。大学通りの桜は綺麗ですよ。歩きながら四季を感じられるのは最高。自転車専用レーンと歩行者レーンで分かれているので安心。それではそんな国立駅のおすすめグルメをお伝えしますね。お願いします。最初に紹介する国立駅で絶品グルメが食べられるお店は道島茶房です。大カレーは酸っぱいカレーとして国立の名物グルメとなってます。私もよく行きましたよ。ビーフストロガノフもおすすめですので、ぜひ寄ってみてください。それじゃあ国立にとっても美味しいシフォンサンドのお店があるの知ってますか？え、知らない。教えてください。わかりました。お店の名前はフードムードといって、食べた時にお腹だけでなく心も満足できるようなおやつを目指して作られたおやつのお店です。シフォンサンドは豆乳とバニラビーンズを使用したもっちりしたシフォンケーキに季節のジャムやクリームをサンドしてて美味しいですよ。え、行きたい。国立駅から15分くらい歩くので運動にもなりますね。食べ過ぎには注意してくださいね。次に紹介したいのは南武線の予報駅です。こちらのおすすめポイントは、あの関東三大天神の一つの八保天満宮があることです。ここは交通安全発祥の地でもありますが、学問の神様も祀られてますよ。八保駅周辺は大きいスーパーもあって、家賃相場も安くなるから住みやすいよね。そうなんですよ。国立駅周辺に比べると5000円くらい安くなるし、学校まで歩いて20分くらいだからおすすめですよ。さらにドラッグストアやお弁当屋さん、コンビニもあるので一人暮らしをするのには便利ですね。でもお弁当屋さんがあったら私毎日行っちゃいそう。いやいや、自炊しなさい。でももし実家に帰りたくなったら、八保駅から羽田空港へのバスや関西方面への夜行高速バスが出ているため、帰省する際に便利ですよ。ここまで2つのエリアを紹介したのですが、スムーズに部屋探しをするコツをご紹介したいと思います。まずは学校の近くに住みたいか、駅の近くに住みたいかを決めておいた方がいいですね。それから希望の設備を確認していくことが大事だと思います。急に不動産屋さんっぽくなりましたね。そうですよ、不動産屋さんですから。ただ初めての一人暮らしだとどんな条件で探したらよいかがわからないと思います。でもエイブルなら電話、メール、LINE でのやり取りも可能なので、来店していただいた時と同じようにご紹介できますよ。家賃何万円以下がいい、初期費用が安いお部屋を探して、なんでこんなに安いのなど、何でもお気軽にご相談可能です。いろいろ言いましたが、とりあえずエイブルに連絡してみるでも OK です。先ほどメールや LINE のやり取りとお伝えしましたが、エイブルではオンライン相談もやってますので、お店に来られなくてもビデオ通話でお部屋のご紹介もできます。店舗に来るのも大変ですし、コロナの状況もあるので不安な部分もあると思います。そんな時はぜひオンライン相談を利用してもらえればと思いますので、気になる方はエイブルのホームページに載ってますので、そっちもぜひ確認してみてくださいね。オンライン流行ってますよね。本当あれ便利です。地方から東京にお部屋探しってお金もかかりますし、直接行かなくてもお店の人に相談できるっていいですよね。
さらにオンライン内見もやってますので、ご自宅にいながらお部屋を内見することもできますので、ぜひ。それでは今回、一橋大学生が住むには国立駅と八尾駅がおすすめという話をしましたが、その駅だけでなくて、まだまだおすすめの駅だったり、とっておきの情報があるんです。今回は時間が来ちゃったのでここまでですが、他にも聞きたいことがありましたら、いつでもお店までご連絡ください。あ、よかったらいいねとチャンネル登録もお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。